皆さんこんにちは、ビレジェンドの住谷です。皆さんこんにちは、ビレジェンド管理吉野布目です。今日はね、お客様からね、こう寄せられている質問にちょっとお答えしていこうと思います。はい。で、こう寄せられてた内容としましては、こうあのボディメイクをしていく上で、こう、まあ、あのタンパク質っていうのはすごく大事だと思うんですけど、その他にこう大切な栄養成分っていうのはありますかっていう問い合わせだったんですけど、まあ、結構これトレーニングしている人、興味ある人多いんじゃないかなと思ったんで、ちょっと今回取り上げてみたんですけど、はい。まあ、管理栄養士の、ね、布目さんをお呼びして、ぜひこの辺の質問に答えていきたいと思います。まあ、あのトレーニーの方ももちろんそうですし、うん、運動してる方にもあの言えるかと思うんですけれども、まあ、まず、プロテイン、タンパク質は取っていただいている方多いと思うんです、うん。で、確かにあのタンパク質ってすごく体を構成している、成分ですし、あのすごく重要だっていうのはあの間違いないんですけれども、そのタンパク質だけでもやっぱりダメでして、実はですね、すごくビタミンとミネラルという栄養素が、あの体作りにもすごく重要になってくるんですね。なので今日はビタミンとミネラルについてお話ししたいんですけれども、うん、2回に分けてお話ししようと思っているので、ビタミンについて今日はお話ししたいと思います。今回はビタミンですね。はい。で、体作りに重要なビタミンについてお話ししたいと思います。はい。はい。まあ、まずビタミンね、13種類あるんですけれども、うん、大きく分けると脂溶性と水溶性に分かれます。うん、はい。で、水溶性のビタミンっていうのは、さらにビタミン B 群と言われるものと、あとビタミン C があります。うん。脂溶性のビタミンなんですけれども、うん、まあ、ビタミン D、A、K、E とあるんですが、まあ、その中でもですね、まあ、特に運動に関係が大きいかなと思うものがですね、ビタミン D と K になります。ビタミン D と K って主に何にかかってくるか分かりますか？覚えてる範囲では、はい、骨のなんかとか。そうです。そうです、骨です。はい、骨、ね、はい。B レジェンドでも出してるジュニアプロテインにも、ね、骨の成長をサポートするというところで入れているんですけれども、ビタミン D と K というのはあのカルシウムの吸収だったり、うん、骨へのカルシウムを、沈着させるのに、はい、あの必要な栄養素になってくるので、はい、スポーツする人ですと結構成長期とか特に多いと思うんですけど、疲労骨折、うん、疲労骨折ってやっぱり骨の形成がうまくいってなかったりとか、あの、まあ、成長に追いついていなくって、その骨がうまくあのちゃんとできていなかったりした時に、で、まあ、激しい運動によって、起こりがちなんですけれども、まあ、そういった疲労骨折の、あの予防にも、このビタミン D、K っていうのは、すごく重要になってきます。まあ、もちろんね、カルシウムがあっての話なんですけれども、まあ、そういった関係があります。で、その他にはですね、今度ビタミン B 群の方行きますと、まあ、主にビタミン B 群というのは、エネルギーの、あの生成とかに、関与してくるんですけれども、まあ、タンパク質と、脂質と糖質があるじゃないですか。まあ、三大栄養素と言われる、うん。これだけ取ってても実はうまくそれぞれの機能って果たさなくてですね、代謝がうまくできないんですね。うん、で、うまくその吸収させるため、代謝させるために必要なのがこのビタミン B 群になってきます。まあ、その中でも主に取り上げたいのが、まずビタミン B1 という栄養素です。うん、こちらは糖質が、まあ、炭水化物ですね、が、エネルギーに代謝されるときに必要になってくる、栄養素なんですけれども、まあ、リカバリーの時もね、よく運動終わった後、そのリカバリーで炭水化物とタンパク質取ってくださいってお話するんですが、その時にもビタミン B1 も一緒に取っていただくと、よりリカバリーが効率よく行われます。で、まあ、多く入っている食材としては、うん、豚肉とか、うなぎとか、あと、たらことか、大豆製品ですね、こういったものに、入ってます。なので、このちゃんとビタミン B1 も取っていないと上手にエネルギー作り出すことができないので、
不足した場合に起こってくることとしてはエネルギー不足だったりとか、まあ、脳のエネルギーも糖質がエネルギー源になってますので、まあ、脳にもしっかりと栄養が行きづらくなってしまうということがあります。このビタミン B1 をですね、まあ、先ほど、豚肉とか、大豆製品とかね入っていると話したんですけれども、効率よくその吸収する食べ方っていうのがあって、こちらのビタミン B 群っていうのは、まあ、水溶性のビタミンという話したんですけれども、水溶性ビタミンって取りすぎるとそのまま排泄するんですね、尿とかで排泄してしまうので、過剰摂取ってあんまり心配ないんですけれども、まあ、その代わりこまめに取らないと体内に溜めておくことができないんですね。で、ビタミン B1 を通常よりも体内に留めやすくするためには、実は玉ねぎとかネギとかニンニクとかに入ってるアリシンという成分と一緒に摂ると血液中に溜めておけるっていう、そういう外体ができるんですね。なので、まあ、豚肉とかでしたらスタミナ丼とか、うん、あとその穀類ですね、未生成の穀類とかにビタミン B1 は多く入っているので、雑穀米とか胚芽米とかね、ああいうご飯に豚肉とニンニク、玉ねぎを乗せてスタミナ丼とかにするとすごく効率よくビタミン B1 とそのアリシンが摂ることができる。であとは、まあ、豆類にもビタミン B1 あるので、納豆に例えば薬味でネギ入れるとか、それで食べたりするのもいいかなと思いますね。次、ビタミン B2 ですね。ビタミン B2 もタンパク質とか糖質の代謝にも必要なんですけれども、はい、主にメインとしては、まあ、脂質の、はい、代謝に重要な栄養素になります、はい、なので脂質を効率よく燃焼したいとかっていう時にも必要ですし、まあ、脂質を多めに摂る人っていうのはビタミン B2 も多めに摂った方がいいっていうことになりますね。減量中とかって結構その脂質取る量とかも少なくないじゃないですか。減量しますね、はい、だけど体には脂肪ってあるじゃないですか、うん、その脂肪を燃焼させるためにも実はこのビタミン B2 を取ってた方がより燃焼しやすくなるので、なるほど、はい、減量中とか脂肪脂質を多く取る人にはすごく重要な成分になります。はい、必見ですね。そうですね、まあ多く入ってる食品は、まあ、さっきも納豆、納豆、はい、ですとかレバーとか、あと乳製品ですね、牛乳とかチーズとか、はい、ヨーグルトとかですね、はい、あと卵もいいですね。で、まあ、ビタミン B2 ってあと甲殻炎とか、ビタミン B2 が不足すると甲殻炎になりやすくなったりとかするので、まあ、そういう方は特に意識していただきたいんですけれども、あとはよく尿の色がすごく黄色い時とか、はいはいはい、あれも実はビタミン B2 が多く取ってると尿の色が、はい、そうなんですね、もう体中に飽和しちゃってたくさん取ってるよっていう時には、はい、尿で出てくるので、尿の色が黄色くなるということが起こります。あ、 B2 の色です。そういうことですね。はい、そうです。なるほど。